はい、皆さんこんにちは、遠藤元志です。今ですね、静岡市でコワーキングスペースの、開業プロジェクトということで、4月オープンに向けて、準備をしているところでございます。この今までの、ね、準備の動画などは、前に何本か出してるんで、もし興味ある方はぜひこっちからチェックしてみてください。で、今日はですね、僕が今僕フリーランスとして独立してからもう少しで5年が経つんですけれども、その、ね、独立して1年目の時から、その本業の、ね、ウェブ制作の方でもうずっとお世話になっている方が愛知県にいらっしゃるんですけれども、その方がですね、ずっと前からコワーキングスペースを実は運営しているんです。で、今年の3月に、新しく、物件を、移転して、ちょっと大きくなって、コワーキングスペースは新たにリニューアルオープンしたということで、今日は勉強も兼ねて、お話を聞かせていただきたいなと思い、実際に来てみましたので、実際中に入って話を聞いてみましょう。いや本当に勉強になりました。もう何から何まで、僕がね今思っている、疑問に思っていることだったりとか、こういうのどうしたらいいですかとか、こういうのどういうふうに運営されてますかとか、そういったことをねもう全部片っ端から、聞いてきました。本当に 2,3 時間ぐらいねずっと喋りっぱなしだったと思うんですけれども、この動画自体はね、ルームメイトさん会員さんがねたくさん、お仕事されてたんで、内装とかはねあんまりこう映すことができなかったんですけれども、雰囲気だけでも伝わったかなと思います。すっごいおしゃれな、ね場所です。はい。で、やっぱりね、こういった自分の身近な環境に、自分がやりたいことを、実際にもう何年も前からやっている方がいるっていう環境がやっぱすごい僕にとってはありがたいことですし、すごいね、自分の強みであると思っています。はい。そもそもね、自分が今やりたいと思っていることを7年も8年も前から、コワーキングスペースを、始めていること自体にやっぱすごい驚きました。今でこそね、リモートワークとかテレワークとか、そういったことが普及しているからこそ、またねコワーキングスペースっていうのが、コワーキングスペースとか、シェアオフィスとか、知名度が上がってきているんですけれども、7年前8年前って絶対コワーキングスペース何っていう感じだったと思うんですね。なので、そういったその先見の明だったりとか、は本当にすごいなっていうふうに思いました。あとは、僕がね、今やりたいと思っていることと、そのルームメイトのオーナーさんの、鶴田さんが、やろうと思っていることっていうのがすごい似ているというか、もしかしたら僕が無意識のうちにね、もうそのトレースしている部分もやっぱりあると思うんですけれども、その黙々と作業、快適な環境で作業しているだけではなくて、そのワクワクするような、いろんなプロジェクトをそこから生んだりとか、街づくりだったりとか地域貢献につながっていくような新しいプロジェクトを生み出していけるような一種のハブのような役割をしていきたい、役割になるような場所を作っていきたいっていう言葉がとても印象的で、すごいね、そういったコンセプトの部分っていうのは僕も共感できますし、自分もねそういった部分を、実現していきたいなと、とても思っております。はい。それにしてもね、ここまでの経緯だったりとか、実際運営のリアルだったりとか、今後の展望だったりとか、本当いろんなこと
話が聞けて本当に今日は行ってよかったです。はい、で実際、今のね僕が、こう準備しているコワーキングスペース小箱は、今現時点で、電気配線ですね、天井の、照明の工事を、していまして、で、来週から、内装の、ね、個室だったりとか、パーティションだったりとかクロスだったりとか、まあ、いろんな、ね、内装工事が本格的に始まってくると思いますので、はい、またねこのチャンネルでどんどん進捗状況を発信していこうと思っておりますので、ぜひ興味を持っていただいている方は、今後ともチェックをよろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上となります。もしいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。また。